随分と飛ばされた。早く伊之助と合流しないと。待っていてくれ。すぐに戻るからな。何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは、僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら、刻むから。違う。家族も仲間も、強い絆で結ばれていれば、どちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんて、そんなことはない。それから、強い絆で結ばれている者には、信頼の匂いがする。だけどお前たちからは、恐怖と、憎しみと、嫌悪の匂いしかしない。こんなものを絆とは言わない。まがいもの、偽物だ。なんて、言ったの。お前、今なんて言ったの。すごい威圧感だ。空気が重く、濃くなった。伊之助、ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したら、すぐ行くから。必ず助けに行くから。何度でも言ってやる。お前の絆は、偽物だ。お前は一息では殺さないからね。ドツドツだけした後で、刻んでやる。でも、さっきの言葉を取り消せば、一息で殺してあげるよ。取り消さない！俺の言ったことは間違っていない！おかしいのはお前だ！間違っているのは、お前だ！それなら初めに言った通り、お前をズタズタにして刻んでやる。思ったより頭が回るやつだ。恐怖にひるまない。水の呼吸、一の型。まあ、関係ないけどね。水面ゲレ。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸は、これまで切ってきた鬼の体よりも、なお硬いのか。避けきれない。禰豆子！背負っている箱から女の子。でも、気配が鬼だわ。兄弟か。だったらなんだ。兄弟。妹は鬼になってるな。それでも一緒にいる。ルイ。妹は兄をかばった。身を挺して。本物の絆だ。欲しい。待ってよ、お願い。私が姉さんよ。姉さんを捨てないで。うるさい、黙れ。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつもどんな時も。待って、ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。だったら今山の中をちょろちょろする奴らを殺してこい。そうしたらさっきのことも許してやる。わかった。殺してくるわ。坊や、話をしよう。僕はね、感動したんだよ。
君たちの絆を見て体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。そんなこと承知するはずないだろう。それに禰豆子は物じゃない。自分の思いも意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、心配いらない。絆をつなぐから。僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛りつけることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。鬱陶しい。大声出さないでくれる。合わないね、君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を切る。威勢がいいな。十二気づきである僕に勝てるならね。加減の五。やっぱりこの強さ、この子が本物の十二気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても命を懸けて。何のことだ。僕はね、自分の役割を理解してない奴は生きている必要がないと思っている。お前はどうだ。お前の役割は何だ。お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする。折れた刀身であの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。禰豆子！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろ、鬼なんだから。落ち着け。感情的になるな。集中しろ。呼吸を整えろ。恐れるな。奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。